毎日飲んでますよ。毎日は飲まなくなりましたね。でもーあの睡魔が買ってしまって。うん、関さん飲みます？毎日。僕飲まないです。あ、じゃあ人といない時以外は飲まない？うん、飲まないです。家では飲まないですね。だからね、今まで家でずっと飲んでたんですよ。はいはいはい、コロナ禍の中で、はい、だけどね、なんかやっぱり暇になっちゃうんですよ。うんうん、はいはいはい、飲んでたら、うん、あ、手持ち無沙汰になるんや。手持ち無沙汰になるんで、うん、で、本数決まって寝る、あの、これ飲めば、この本数飲めば寝るっていう、なんか、うんうんうん、あ、決めてってことですね。うん、でも暇だから、誰かと喋ってこの本数で終わらせたよなってなったら、あ、もう外で飲んだ方が楽だなと思ってね。だからお家で飲まずに何か外に出るときに飲むって決めてるんですよ、これから。そう、酒はその方がいいしね。僕ら人に飲みしないんで。あ、もう家で飲むこと一切ないんですよ。あ、家で酒ないの？なんか誰かが残していったやつはありますけど、それ見ても別に飲みたいとは思わないんですよ。あんまりでも好きではあるけど別に。そうですね、お酒が好きっていうよりもお酒飲んでみんなと喋ってることは好きですけど、お酒自体を飲んでっていうのは別にっていう。ああ、そうなんだね。俺だからこれどうなんだろうな、分かれますよね。一人で飲むタイプ、今一人飲みもできるような、そうですね、一人焼肉、一人カラオケもできるような、もう室内というね、施設もできてるし、そうですね。だからこれからだけ一人、センベロなんて一人のようなもんだよ。はいはい、まあなんかフラッと言って自分の好きなだけ飲んで帰るみたいな。そう、それもあるし、孤独のグルメとか、あんなグルメ番組とかってあったりとかしたら、いやあんな飲み方はインチキですよ。あんな、あれインチキですね。あれなると一人で好きなもの食べたいし、うんうんうん、一人で飲むってできるし、だからあのね、今は、今からは、今からはってわけではないですけど、うん、あのみんなで飲んでる時とかのメニューに、うん、一人で食べれるようなものも、それはわかる。頼んでほしい人もいい。俺は頼んでほしいんですよ。なんかシェアしなきゃいけない料理ばっかりだと、そうそうそう、勝手に頼めないじゃないですか。うん、だから俺絶対毎回行くのは月見とろろだけは絶対自分のものにするんですよ。わかるわかるわかる、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。月見とろろは俺が好きだから、あんな誰がシェアすんねんと思いながら、そう、だから俺いつもだけど、あの月見とろろは頼むよって言ったら500円プラスされるわけ。あー、別途でね。でももういいと、もっとお酒で食べれるの、俺この店来たらこれ食べたいから。あ、そうっすか。そうそうそう、俺はもうそれでいいって。でもまあ、とろろもいい、あれだよね、けど別に、まあ、まあ、トニーさん言いなりですけど、でもみんなで飲んでるんですよね。そうそうそう、500円ぐらいは。いや、まあ、多分それもわかる、ね、うん、と思う。僕はわかるけど、そこどんだけきっちりしてんの、うん、みたいな。そうそうそう、でも俺はもうそこでも俺もちゃんとパッて出すよって。まあ、割り切れば一人でゆっくり食べやすいっていうのもあるのかもわかんないな。自分がこれ食いたいのに喋ってる間に勝手に食われて、あれ残り一人っきりしかないじゃんとかってちょっと悲しいですよね。そう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 、それがある。それも気持ちはわかるっすね。え、それ俺が食いたかったやつじゃんみたいな。そうそうそう、で俺のターンで喋ってて気づいたらお前だいぶ食ってんねみたいな。そう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 、これうまいだなとか言いながら。いや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 、食ってるよ。それはね、俺シェアするつもりなかったんよみたいな。そうそう、それもあるし、だからもう俺何かと、だから居酒屋でだから団体で行くと、はい、なんかもうあの弾けもんになる。だから、みんなが牛刺し食ってんの、俺焼き刺し食いたいから、焼き刺し食べるとか。え、ちなみに、あの、お二人って何人までの飲み会だったら、こう、行けます？全然人数、十何人とかいても全然行けます？僕は意外と人数は気にしないですね。気にしないね。俺もやっぱりね、一択以上ってきついんですよ、実は。あ、じゃ あ、その7、8人とか。そう、だからみんなでこう飲もうっていうのって、俺2時間ぐらいしたら1人になりたくなっちゃうんですよ。あー、なるほど。結構俺、なんていうの、いろんなとこに気散らしてるんで、はい、なんかもう集中できなくなるんですよ。あ、うん、でふとしたら気疲れして、あ、もう俺ちょっと一人になりたいわって大体消えて、何も言わず消えて、一人で飲んでたりとか、なんか散歩してたりとかしてるんですけど。天の尺ではでもないですよね。天の尺ではないと思うんですけど、大人数
ズが結構苦手なんですよ。あ、まあそういう人いるんすかね。沖縄の人ってやっぱりみんなでワイワイが好きじゃないですか、うん、そうですね。基本だからなんかどん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 あのさまよい鎧がホイミスライブ呼ぶようになんかどんどん呼ぶじゃないですかみんな確かに人数増えたりしますもん。増えるしね。あれか、俺超苦手で。あ、だから例えば今この3人で飲んでるじゃないですか、はいはいはい、で今日は3人で飲むっていう設定できてるんですよ。あ、うん、もうそのなるほど気持ちでつもりで、そうだからこの3人で話せる話をするっていう設定できてるから、うん、ここに1人っていう異物が混じった時点で異物もう喋る内容が変わるじゃないですかはっきり言って。なるほどね。まあ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 そうですね、はいはい、でこの人が まず例えば知らない人だった場合って、うん、もう俺の中ではもうこの人とコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう使命感に駆られちゃう時点でもう酔っ払えないんですよ。一仕事増えちゃうわけですね。そう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 。あ、そうなんですね。あ、これはでも笠地さんはそのらしい、うん、らしいかなと思う。俺も気に入ってるもん全然。もう僕はもう気にしないです。だからもうバンバン沖縄の人ってこうホイミスライム呼ぶじゃないですか。もうどんどん一匹いればいいのにもうどんだけ呼ぶねんっていうぐらいホイミスライム呼ぶから。多分俺のラジオだったら下手すり相手してなかったかもしれないけど。四人目はこちら。四人目が4人目相手しないで。ということでありがとうございました。名前だけ紹介して終わる可能性もありますから。だからなんか。沖縄の人の飲みってやっぱりその全くそこら辺気にしてないじゃないですか、うん、誰が来ようが、うん、結果こいつ名前分かんなかったなって言っても気にしてないじゃないですか、うん、だからそういうのが楽しめばいいんですけどね。そうそう本当はね一番で俺考えすぎちゃうから呼ばれるといちいち設定変えなきゃいけないって思っちゃうから気遣い屋さんなんすよね。ですよ配慮がうまいってことですよ。そうそうそうだからその高倉健と一緒ですよ。高倉健かどうなんじゃない。高倉健もあれですよ、自分が美味しいと思う、あの宿泊でレストランとか来た時に、はい、高級 あのメニューが高倉健の席に来たと、はい、だけどスタッフはまたちょっと違うと、うんうんうん、行った時にこの例えばウニが 6個しかなかったと、はい、でそのウニを高倉健のと持って行った時に健さんが言ったものはすいません、スタッフに全部ってもう配慮ができるって分かる。もうこの美味しいものは僕じゃなくてもう頑張ったスタッフたちにあげてくださいっていう。もう全然わかんないです。もうちょっとわかんない俺も喋ってたの今何言ってるのかわかんなかったっ。そんなに例え下手だっしたっけ。いやいやいや高倉健がまず高倉健をあんまり覚えてないっていう、うん、そうですね。もう今喋りが瞑想してましたもん、ね、完全に瞑想ですよね。いやだから結構それは僕の中ではこうなんていうんですかね、ずっととその時間を共にしていけないっていう苦手意識はまだありますね。はい、だからそのバーとか2軒目3軒目行って隣のおっちゃんとかと喋りかけて勝手に仲良くなったりするでしょ。まあまあありますね。あれも困るわけですよ俺。あれ喋れるとすごいっていうか、あれね、あれ俺最近思ったのが、あれ心理的にはね、はい、あのね最近多分ねテンションが上がったわけじゃなくて、はい、最近売り上げとか自分の仕事で金が上がっなんかもうなんか儲けてる人とか、うんはい、ちょっと売り上げ良いとかっていう人は、うん、いろんな人と喋りますよ。へー俺の心理上。なるほどね。余裕もあるってことですか、ね、余裕もあるっていう感覚。何かあったら最近全然うちの知り合い の先輩が社長なんですけど、うん、なんかもうちょっと売り上げが良くなったって言って、うんうんうん、普段は全然知らん人と喋らんのに、うんたまたまいた右端にいた全然知らん人に対してでこれでなんかもう一緒に喋りましょうよみたいなことになるっていう。ああそのテンション的にも自分が上向きだから、うん上向きを喋る。なるほどね。俺はそれを下げるんですけどねいつも、誰やねんっていつも言うんですけどいつも。まあね、うん、僕もでも結構言います。なんか友達が飲んでるってとこに行って、うん、知らんやつがいたら誰ってやっぱ言いますもん。まあ、それがちょっと最初のコミュニケーションの仕事だったりもするんですけど、もういてもいいっちゃいいし。いや誰とか言うの、うわ知らん人おるやんみたいな。俺らでしょ、やっべーもう営業しなきゃみたいな感じになっちゃう。営業トークにしじゃないといけない。急に来た人とか全然わからんところ入ると。いやだから本当それがね、うん、沖縄で結構自分の中で ここは俺の課題だみたいな。ああでも
あんま気にしなくていいですよ。そうだからみんな誰も気にしてないから、うん、そこまで考えてる方が苦痛だよって言われるんですけど、うんうんうん、もうこれ性格やから、うん、まあまあまあそうですね。ああですね、うん、でしょうね。まあ慣れていくのかもしれないですけど、うんうん、なんか最初びっくりしてなんかどうすればいいんだろうみたいなのはありますね。なんかその今昼でちょっとお付き合いあるお店でスタッフさんがいるんですけど、で夜仕事、まあ、キャバクラやってる人なんですけど、はい、うん、たまたま飲み行こうって言って飲んで酔っ払ったらキャバ嬢めちゃめちゃ呼ぶわけですよ。はい、バーに、うんうん、やめてくれよみたいな感じなんですよ、こっちから。そうですね。え、それ俺全部払うのみたいな感じになるし今ここで飲んでるからみたいな感じで、いや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 みたいな。確かに。でカサッチちょっと、もうどうせだったらもうみんながいるキャバクラ行こうよとか言われて、行かねえよバカみたいな何言ってんのみたいな、なんで俺がそこに飛び込まなきゃあかんねんみたいな。なんなんでしょうね。だから女性はすごいですよね。女性はすごいです。お子さんいたって結構遅くまで飲むし、飲みますし、うん、なんか女性同士ってすごい友達だったりするんですよ、うんうんうん、なんか全然なんかやっぱり僕の感じだとお子さんいたらやっぱりそこそこで切り上げて早く帰るイメージなので、沖縄の人2、3時まで飲んでるね。いますよ、本当に、ね、ザラなんですよね、うん、だからこれからもなんか子供会とかいろんな地域のなんかそんな取り組みとかあったら、大体みんなあのこの地域の人たちじゃないけど借り出されますもんね。で、俺は別にそれが憧れてるわけじゃないけど、憧れてる人はこういう、うん、あの、なんていうんですかのやりたかったとかってやるんですよ。あ、なんか言いがちですよね、うん、だから子供会が来たらこの知り合いがいるからこっちにあのうちらも行こうぜみたいなことになって、協力しながら家族でこうなんていうの、子供会のバーベキューに全然関係ない地域の人も来るっていう、知り合いだけどみたいな。だから多分僕の価値観を持って沖縄に行っちゃいけないんだっていうのは最近すっごい思います。ああ、沖縄ね。だからその、だからお子さんいる女性の方と仕事でお話したりするじゃないですか、はい、でその結構飲まれてますよね、なんか結構頻繁に飲んでますよねって話になると、うんうん、いやでもそんな言ってもちゃんとやってますよ、まあ、やっぱり私飲むって言ったら 2,3 時までって決めてるしって言われた時に、まずその 2,3 時が俺はオーバーしてると思ってるから、うん、2,3 時は俺も価値観が違うと思って 2,3 時ちょっと時間を、そうそう、時間がおかしいですね。そうそうそう、でも結構他の女の人来てもやっぱり 2,3 時は飲むっていうのは普通で、まあ、はい、そうね、まあそういう人じゃない人もいるけど、やっぱあこれは許容なんだと思ってだから沖縄の場合は、うん、今となっては家族とかそういうのはなんかこの触れ合いとか好きかもしれないけど、はい、でももともとあるでしょ、沖縄なんてもう47都道府県のうち離婚率ナンバーワンなんですから、うん、確かに。でも離婚者も普通に家族として付き合う人たち多いんですからね。あ、多いですね。バカみたいにね、だったら結婚するなよと思いながら、ね、本当にで思うんだけど、結婚して子供ができてそこから離婚してでも付き合う人たちが多いのが沖縄らしいんですよ。そう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 、元嫁が今から迎えに行きますとか言う人もいて、はい、あの代行呼ばないで、ああ、はいはい、はい、え、元嫁が迎えに来るってどういう状況なんやろみたいな。バカですよ本当に、俺からしたら不思議な現象ですよね、うん、だそういう意味ではその時間の感覚、うん、遊ぶ時間の感覚がやっぱりもう全然違うから、もともと遅めっていうのはあるっすよね、うん、あと終電の概念がないっていうのがあると思うんですよ。そうそうそう、そうそうそう、それとあとどうにかして誰かが迎えに来てくれるっていう感覚なんですよ。だ極端に言ったらもう多分酔っ払って外、まあ、よくはないですけど、うん、外で寝てても凍え死ぬこともないし、うん、そうそうそう、確かに、そうそうそう、全く死ぬこともないから、ね、熱出るだけで、なんか帰れそうな気もするし、うん、みたいな、そうそうそう、なんかタクシー乗ればみたいなね、なんとなくそういうのもある。とりあえずどっかで飲んでも代行で誰かが入ってるっていうのは、なんとなく。だからそれがなんか僕これ男女の話しちゃうあれなんですけど、はい、男の人はまあ分かるよって思うんですけど、うん、女人もそれやるんやって思うと、うん、結構びっくり。いや、そしてまた意外と女の人の方が酒強かったりするんですよね。そう、だから俺まだほらあのもう悲しいながら独身なんですけれども、いや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 、これ沖縄の人と彼女は付き合えないかもしれないみたいな、あ、この感覚俺がみんなは当たり前だけど、俺ちょっと我慢の域に入る可能性があるわけですよそれって、まあ、自分の嫁さんが2、3時まで、そう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 、
ちょっと泳いってなるって話ですね。そう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 。なんかだからもう縛るのか縛らないのか。で縛りたくはないわけですよ。気持ちとしてですよね。これえそれありなんみたいな。そう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 。そういうことですよね。だからカサッチ自体が絶対縛らんタイプだなって分かるし。まあ、確かにそんな感じ。縛りたくはないけど30はちょっとってどっかにあるんですよ。だからそれやりすぎでしょっていうのが多分内地の感覚なんだと思うんですよ。カサッチさんがえ3時ちょっとって言ったらえ3時だよみたいな形で返ってくるっていうのが。そう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 、もう分かり合えないじゃん。分かり合えない。私今悪いこと言ったみたいな。はいはい、はい、え30え分かんない怖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 い朝じゃないしみたいな30もう全然え30だよみたいな。そうそうそう、いや全然火残ってないやみたいな感覚されても、いやいやそうじゃなくて牛蜜時ですこっちは牛蜜時です。わら作られてる。そう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 、わらを呪いをかける時間ですよそれみたいな。トントントーンと、うわぁ、まあ、これだから沖縄の女性と付き合えるかなっていう不安。あでもどんなんかな。俺はもう結婚率は沖縄これから先減ると思ってるんですけどね。ああそうなんですか、うん、今はだってもう事業がだんだん個人事業主が増えてる分、はいはい、いろんな世界があって SNS があって、うんうん、特にもっと今女の人がもっとなんていうかこうやりたいああやりたいってきてる時代、自己主張ができる時代ですよね、うん、だからもっと多分その仕事のために絶対出産なんか考えてないと思うし、まあそうですね、子供が欲しいと思ってても多分その男と出、うんうんうん、巡り合える方は巡り合えないだろうな、こういう人って思うし、逆に男が今はあのだから男尊女卑って言いますけど今逆ですもん、うんうんうん、あ確かに確かに、うん、女性が男卑なんですよ。いや本当そうですよ、うん、本当にそのぐらい逆なってるからね。えちなみに奥様は飲まれます？俺のもトヨミは飲まなかった。あ、まあ、飲みます？一応飲みます。あ、でも家では飲まないです。飲み会に行くぐらいで、もう2、3時で帰ってくる。あ最近ないですけど、そうですね、2、3時で帰ってくる。いや、これ普通なんよな、やっぱりな。これが怖い。だってもう、その内地の感覚で言ったら2、3時乗ってるって言ったら絶対浮気してるしみたいな感覚になるんですよ。あ、そうなんですか。絶対終電逃して、だって終電って概念があるから、終電逃してるまで痛い理由って、はい、なんかあるでしょってなっちゃう。あそう、まあ、終電が一個、そうあれ、まあ、キーワードっていうか。でも確かに沖縄で言ったら別に終電の概念ないし、帰りたい時に帰りゃいいじゃんってなったら、はい、別に代行だから別に一緒でしょっていうのは分かるんですけど、なんかやっぱり気になっちゃうみたいな。はい、僕らも飲むとき2時3時まで飲むことやっぱあるんですよ。まあもちろんもちろんあるので、だからまあこっちもあるからあっちもあるよねっていう感じかもかです。まあじゃあこれやっぱり、うん、テキーラあります。テキーラあります。ちょっと待っていいですか。突然？こっからこっからペースアップするのいきなり。テキーラとハイボール濃いめでもらっていいですか。わかりました。うこういうところですよ。沖縄の怖いところ。今日3時まで飲まないですからね。いやいや、ちゃんと帰りますから。帰しますからね。はいはい。いや、もちろん。ちゃんと帰りますよ。明日俺、あの朝活の日なんで、もう早く飲みたい。明日6、5時半起きなんだよ。早いっすね。5時から何するんですか。いや、だからその、あれですよ。法人、あの倫理法人会の人の集まりやって。すごいっすね。いや朝から喋りますよ、本当に。作り直しましょう。あちょっといいですか。あれですか。でもやっぱ内地のその終電あるじゃないですか、うん、終電がなくなるともうどっか泊まるかタクシーで帰るしかないってことですよね。だから一つの基準として女の子と飲んで終電逃すか逃さないかって大きなポイントなんですよ、うん、だそれが時間で言うと12時から1時なんですよね。ですね。でここで帰らなかったらワンチャン行けるかもしれないって確率がめっちゃ上がるわけじゃないですか、うん、なるほど。でそれを待つ身で考えると、うん、12時1時でもう彼女が帰ってこないってことはそういうことかもしれないっていう想像ができちゃうわけです、ね、ちょっと心配になりますね。そう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 、ね、あれはね確かに思うかもしれない。でもその想像を沖縄でしても無駄だなっていうのが最近、うん、まあ、別にね彼女いるわけじゃないからあれですけど、いやいやもう本当沖縄だったらそうですよ。これが当たり前なんやっていう、うん、当たり前かもしれない本当に。だってここに今いるじゃないですか。はいはいはい。ここに今いて沖縄市の小座ですよこっち、うんうんうん、小座でいてでなんていうのかな、この女が行く場所、うんみんなあのこの別れるやつは普通小田だったら小田でガーって来ても面白いと思うんですよ、うん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 、だけど
それを探せみてないです今って結局インスタグラムでおシャンティーなところばっかりさ、うんうんうん、でも本当はこの場所も俺からしたらおしゃれだし、なんていうのかな、このおしゃれな場所の最上限がひどすぎるっていうのがあるんですよ。ひどすぎるってどういうことですか、うん、簡単に言うと多分店の作りとかがおしゃれで、あーなるほどね、うん、だけど飯が出ます、うん、食べてます、うん、絶対残してるんです。あーそうそう、だからインス映えるために行ってるみたいな感じでしょ、うん、だから俺はあのインスタ映えのことをインスあの撮った人はインスタ映えって言うんですけど、うん、あの残してるやつは俺あの横浜銀杯って言ってますでもそれ横浜銀杯で失礼ですけどねそれマジの銀杯扱いしてるやんそうそうそうそれは横浜銀杯に失礼それは銀杯にしてあげてください。銀杯なんですね確かにね。だから俺は食べた後をインスタ映えしてます、のしのせる。ああなるほどね、うん、食べ終わった後の方が美味しいじゃないですか、うん、ただ食べたいやつはこればいいだけの話だから、はい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 、あんなんだと思うんですけどね。今日はテキーラの、うわあ、あ、大きなそのテキーラとかのショットも当たり前っていうのが結構、なんか20代で飲むのは分かるんですけど、年齢関係なくショット飲むじゃないですか。これも外人つながりですよ。ああなるほどね、うん、外人のカルチャーショック。もう40になって俺ショット飲みたくないわっていうのがあるから、もう一番がいいのはあのジャマイカ料理とかあのクラブ系行ったらね、もう絶対これ飲まないショット出ますけど、うん、1回だけは飲もうって決めてる。これがすごいわ、本当にこれきついですよね。だから何だろう、その飲み方の感覚違いますよね。喋ってなんか語ろうよりも酔っ払ってバカになろうぜのマインドなのかなみたいな、飲み方的には。だからこれはね、なんかやっぱちょっと違うんだな。だからそう、さっきあの笠瀬さんがこう人多いと一人で飲みに行きたくなるみたいな話したじゃないですか。あの感覚がないんですよ。ないでしょ、うん、そうそう、だからみんなでわーって飲んでて、あでも疲れたな、一人でもうちょっと飲んでこようかなと思ったこと一回もないです。ないでしょ、うん、ああそうなんだ。僕はないです。僕はもうなんかワイワイと、まあこうやって少人数で飲むのも大好きなんですけど、はいはい、大人数で飲むのも大好きなんですけど、一人で飲み直そうって思ったことないですね。ああ俺が逆にカサッチの方なんですよ。あそうなんですか、うん、なんか落ち着きたくなっちゃう。へえ、一人で飲むならどこに行くんですか。バーとそういう時はバーとか行って、もうもうで、あとはひどい時はあの同窓会とかそういうのがあった後に行くのは、うん、なんか居酒屋とか普通に。ああそうですか、うん、腹減ってるから。ああ、うん、まあちょっと食べない、食べないんですよ。ああそうそうよね、うん、食べないから飲みに行きながらご飯食べるとか、うんうんうん、だからそもそも僕多分その内地とか関係ないから社交的じゃないんですよ、そもそもとしては。え、そうですか。うん、これ後からつけた能力みたいなもんで、なるほど。あの先天的にあのなんていうのか社交的じゃないんですよ僕。はいはいはい。だからあのどっちかというとネクラでオタク気質のマインドの方が強くて、で人と関わるためには喋るしかないよねってなって喋りを覚えただけなので、根っから明るいじゃないんですよ僕。あ、そうなんですね。そうそうそう。だから。あの大人数でいてとか、その本当営業状態でちょっとこう構えてる状態で喋ってるのっていうのはもう自分のリミット2時間なんですよ。今は違いますよ。もう楽しく飲ませてもらってるんですけど、あの気張ってる時っていうのはもう2時間が限度なんですよ。もうそれ以上はもうパフォーマンス下がるだけだから2時間で帰りたいんですよ僕。もうテンション落ちるだけだから疲れたみたいな。あ、そうなんで、家帰ってもうそれで緩んだ瞬間ベロベロなんですよ。家帰ってうわこんな酔っ払ってたのみたいな。あ、でも分かる、気張ってると酒なんかあんまり酔っ払わないですもんね。どんだけ飲んでも気にならないじゃないですか。すねー。でトーク回して回して回してうわーってやって2時間でブツって切れて、あ、はいはいはい、はい、お疲れ様でした。これ以上、あのホイミスライムは呼ばないでいただいて、ホイミスライム、ホイミスライム、勇者は逃げますみたいな感じで。俺、あ、でもあります。俺司会業終わったら、はい、毎回トイレは30分こもってますよ。だからやっぱ一人になりたい時間があるんでしょうね。と、あとはあのお腹が緩くなって。あ、そうなんですか。やっぱ、じゃあ緊張が腸に来るタイプなんですね。うん、緊張がもう本当にガーって、だから俺。披露宴とかの司会が入ってる時、夜からなんですけど絶対ご飯食べないんですよ。
あ、下しちゃうから、うん、下したら怖いっていうのがあって、あでもそれ終わってで夜終わるじゃないですか、うんうん、終わったら真っ先にトイレに行くんですよ。へえ。でトイレであれですよ、トイレとかコンビニとかですよ、はいはい、なんか何やかや終わって車っていうと本当によあの出てきそうになるんで、それで行って行くっていう、出してとかってありますね。うわ、トニーさんの意外なちょっと意外と繊細な部分もあるんですよ。だからイベントの末の前頭餌とかでもそうですけど、絶対何も食べないです。食べないし 水だけっていう、あの食べないのはちょっと気持ち分かりますね、うん、僕は別の理由でなんかゲップとかしないようにっていうか、でおそらくお腹いっぱいだとちょっとぼーっとしちゃうので、ああ血糖値上がりそうだね。確かに確かに、それはちょっとあれもスタッフ側が分かってほしいんですよ。もしかしたら食べないっていう理由でやって、でもし食べたいとかいるんだったら何で食べたいんだよっていう人は拒否体で、まあまあそれでいいと思います。やった方が絶対いいんですよ。だおそらくこの3人の中でメンタルというかずぶといの多分正規さんだと思います。僕も繊細ですよ。いやいや多分意外とくてるでしいですよ多分関さん。そうすかねそんなことない。いやそんなふうに思ったことないですよ。思ったことないこと自体が多分ずぶといと思いますまあでも僕緊張しないんですよ全然。でしないでしょ、絶対しないタイプ。羨ましいんですよ。だから俺もなんか何でもいいですけど15分立ち上がりは絶対緊張するよ。ラジオは違いますよね、うん、あの15分一番大変です。だからでもあの緊張しないがゆえに失敗するんですよ。へえ、どういうこと？エンジンを かからないっていうか、演奏したままで終わっちゃうみたいな感じ。そうそう、なんかぼーっとしててえあ始まってますみたいなこともあるので、そうなの。それはちょっといかんなと思って、であのわざと口に出していや緊張しますねって言うようにしてます。あえて、はい、あえて本当はしてないんですけど。いや関さん多分ねずぶといずぶといっていうかあんまりその状況で心理精神状態が変わるってあんまなさそうやなって思いますね。まあそうっすかね。普通にやってるだけですよ。いや多分その普通ってなってることがだと思いますよ一番いいと思いますよ。ああめちゃめちゃいいです。あれ腹下すネタになりましたけど今、はい、あの40代ですよね。あれ 30? もう僕が38ですね。あれ杉さんいくつでしょう。もう44です。あの同じ40、はい、そうですよ。前話した時はね、あれ38なんだっけ。僕一番の最年少意外といや若いっすね。若い最年少で喋りがこんな喋りですから。もうだから最近ちょっと話また変わっちゃうんですけど、はい、肛門が緩くなってきてるんですよ。どういうことですか。あの漏らす系。え漏らしません。漏らしません。いや僕あの2人に漏らしませんって言われたら初めてなんでしょ。俺は小学校の頃からすっごい便緩いんですよ。でやっぱりこの年になってくるとやっぱ血筋も弱くなってくるんで、うん、鍛えてないから、だからそのこらえられなくなってきてんだなって。そうありません。あでそれがあってでね先週発覚したのが、うん、俺今まで我慢をしててで漏らす、あの、なんすかね、漏らしてたってわけじゃなくて、あの、例えばですよ、仕事場からここまでの距離までは我慢できるだろうっていうので、俺漏らしてたんですよ。あ、わかる。その予測より、予測よりも手前なんだよね。予測ができないっていう。この予測全部外れてる。そう、俺は。あの、久々にスポーツやった時に俺先週時代こんだけ動けたからの感覚でやったけど全然できないのと一緒で。そうそれと一緒ね。あれ見積もり間違えるんですよね。見積もり間違えるのよ。耐久性がもう上がってんので見積もりがもう今はまだ大丈夫ですよ、まだ満タンじゃないですからって感覚で行くわけ。で全然まだいけるっしょみたいな。血筋締めりゃいけるっしょみたいな。そうでちょっと 2,3 歩入れたら一回ガーッて上がる時とか一回お家に戻るとかってあるわけ。あれね、本当そうなんですよ。で、俺これ最近気づいて、うん、で、それがもうやりたいと思ったらやりなさいってあの耳鼻科の人に言われたんですよ。なんてどういうくだりで言うたのか分かんないけど耳鼻科でなんでそれ言われたのかちょっと分かんない。耳鼻科の知り合いと飲んでたの。ああ、飲んでたのね。俺診察受けてる時に言われたのかと思ってなんで耳鼻科行ったのか中耳炎、中耳炎直しながらやりたいことはやりなさいって言われて耳鼻科の耳も地位を丁寧に書いたら耳鼻科かなと思いながら、ね、なるほどね絶対やぶ医者ですよ。やぶ医者ですよ。免許持ってねえよそれみたいな知り合いでこれって言われた、はい、やりたいと思った時に出しなさいって言われて、うん、毎回それをやったら
地になったんですよ。いやそれやりすぎて地になった。だから自分が出ると思った時にやったら地になっちゃった。それうんこ硬かったってことですか。いやもうそれもなくて。え、なんで、どう、切れ字ですか、出字ですか、なんですか。あのね、イボ字。あ、イボなんだ。イボ字になった。だから今俺、今日座ってる椅子、マジでありがたい。あ、そうなんですか。か、硬いのダメなんや。硬いのがもうダメになったんですよ。別にこれイボ字用じゃないですけど。イボ字用。イボ字用です。イボ字用は真ん中に穴ついてるやつですからね。これが楽で今、だから、あぐらかく理由も、あのイボ字用らしいですよ。あ、そういうことなんですか。そうなんですか。って言われて、耳鼻科の人にイボジの人はあぐらかくって言われた。本当に楽だなと思いながら。え、でもそれ多分あのあもう我慢できないっつって漏らすじゃないですか。はいはいはい、はい、その我慢の見積もりを見誤るんですよね。まあまあそういう場合もあります。全然あります。勝手に出てくるんですよ。そう、勝手に出てくる。勝手に出てくる、うん、あ、だから金で締められてたものが締められてないから、うん、はい、そういやもう出ますわな。出ますよね、あとヘだと思って出ちゃう時とか。ああ、ありますね。なんですか、ありますね。あの、おならと思って、はい、お家でゆっくり酒飲んでて、とりあえずへいしとこうみたいな感じ。へいしとこうと思ったらブリッて、ね、ブリッて出るんですよ。そうそうそう、うわ、あ、これも見積もり間違えたみたいな、ね、これ、そうそう、そうそうそう。で、これであのお風呂、お風呂入りに行く。そう、パンツも洗いに行かないといけないんですよ。楽ですよ。何が楽ではない。今の話はどこが楽なんですか。被害甚大ですよ、楽っていうのは。それ開き直って楽ってだけの話であって。また洗濯も増えたかではありますけどね。そうそうそう、本当に。ちょっとけやばくないですか、それ。ないや、これが楽しいんですよ、本当は。どこが楽しいんですか、今の話。だってもう、しんどい、しんどい。おならでさえ、歩ってて勝手にもう出ちゃいますよ。そう。ブブブブブブブみたいな。それもなんか修行した方がいいっすよ、それ。なんかいや、だから血筋トレーニングしないとダメだと。だから、あの、本当そうですよね。血筋宗教会っていうのを作って、ブブゼラって名前にして。それは、南アフリカ共和国のワールドカップですよ、それは。ブーンでしょ。そうそうそう。なんだろう、ばっかりやってますか。本田圭佑がフリーキック決めたやつですよ。で、あの投手をエムボマにして。あ、エムボマね。そうね、南岳ね、はい、足ね、でかいくせに足技すごい うまいやつね。、うん、ヘッドはそんなに強くないんですけどね。とで、あの射説をウガンダ私がって名前にしてる。ウガンダ私が。あ、ウガンダこれじゃないか。いろんなことができるんですよ、本当に。本当にもう、正規帰ってくれ、あ、帰ってきてくれですよ、本当に。え、何、どういうこと。 FM 講座に帰ってきてくれですよね。え、帰って、どういうこと。あ、金曜日に。はい、私の金曜日に帰ってきてくれですよ。あ、そうそうそう、ね、ごめんなさい、僕、あの、正規さんと一緒にスライドしてるんで。そうそう。あ、そっか。そう、俺寂しくないんですよ。すいません、すいません。むしろ俺、正規さんについていかないと嫌だって思って水曜日行ってますから。俺も水曜日に来ようかな、もそしたらもう。ありがとうございます。俺新しい人となんかちょっと違うかもって思っちゃったんですよ。水曜日の8時半の前って何があるの。いいしろ、もしろ、もしろ。いる水曜日よ、埋まってます。ぽっかりあそこだけ空いたんでどうですかって言われて、ちょうどそこの番組が移動したんですよ。8時開けろ、水曜日8時開けろ。8時か9時、ね、先に俺がいる、先に俺がいるようです。いや、先に見出されたら俺やりづらいよ。あ、でも違う、俺はもう塩素とタンクだから。あ、塩素なんね。まあ、塩素と10時半は絶対死守するって決めてます。あ、マジっすか。2人で1時間やったらいいじゃないですか。おお、だから俺あそこどうにかして来年30分プラスしてやろうかなと思って。ああ、1時間番組。ああ、1時間、うん、はいはいはい、いいと思います。金曜日の10時からずーっとやるっていう。ああ、ただもうトニーさん30分足りないです、ね。うん、足りない。いつも足りてないです、うん、いつも足りてなくて、さっき収録したみたいに、それではみたいな。急にこの動画が、それでは。だから、塩素には、もうあの、俺が喋ってる間は、はい、もうあの、来週から、あの、また来週って言って、って言ってる。あ、塩素さんにそれを言ってもらおうと。そう、塩素にまた来週を言って、あ、いいじゃないですか。俺はもう終わるっていう。だから俺はもう気にせず喋れる。マイクも下げてって。そうそうそう。あの、トニーさんずっと喋ってんだけど、うん、また来週って。また来週で終わるっていう。それにしようと決めたんですよ。だって俺、さっきラスト2分です言わなかったら絶対見てなかったですから。俺見てなかった。ずっと喋ってる。俺の中ではもう2分ぐらいになったら終わる方向に持っていこうっていう習性があるから、この人全くやんねえなと思って。見てない。なんなら5秒でいいですから、トニーさんの場合。終わるの。だから、うちらを、あの、枠欲しいですよね。
うちらの枠。あ、ベッドで。うん。だってあの、さらにの枠っていう。去年後悔っていうか、悔しかったのが、うん、あの一番街でイベントやったじゃないですか。一番街でイベント？あ、七夕のなんか。ああ、はい、やりました。あの時多分入ってなかったんですけど、うん、七夕の時にうちらの番組一つ欲しかったなとか、あの野外でのイベント欲しいなとか。ああ、なるほどね。そうそうそう。あの時ね、あれだったんですよ。その番組がもともとある時間帯に特番組んだんで、うん、その人をちょっと出てもらったっていう感じなんですよ。そう。だからうちらは例えばもう夜でもいいですから。うん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 、夜であのこのあれやりながらっていうのをやりたいんですよ。いや、なんならこの番組1個持って毎回収録にしてここで喋ってるっていうのが一番いいんじゃないですか。あ、一番それは楽しいですね。どうですそれ。収録増えるだけじゃないですか。それぞれの番組のトーンですから。あれは俺好きだなと思いながら。ほんとだからあのワンコそばの時とか行きたいんですよ。あ、ワンコそば大会やってますもんね、毎日ね。ワンコそば大会。ワンコそばの、あのワンコそば大会やってるんですよ。あの山形のラジオが来て。そうそうそう。あ、そうなんだ。山形の人が、ね、あの本当あの行司みたいな格好して、はい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 、あっちの有名な多分あの山形の浜村淳みたいなのが来て、浜村淳が分かんないけど、あれだけど大阪のもうどうでした、もうちょいさこっちに寄せずトークしてほしい、突っ込まなきゃいけないじゃん。やばいだったね。例えて言ったらと茨城で言ったら誰ですか。だから浜村淳の基準が分からない。茨城の例えない。大阪で言ったら浜村淳、屋敷隆人みたいな。あ、屋敷隆人。なるほど、それも覚えて。浜村淳分からなかったのかなと思って。沖縄では浜村淳なんですよ。ああ、そうなんですね。いや違うんですよ。沖縄ではくくらないでしょ。屋敷高人みたいなのがいるんですよ。そのパーソナリティの中心みたいでしょ、ね、その山形 の、 あの屋敷高人がなるほど、なるほど、なるほど、やってたってこと。あ、なるほど、ね、それは意味わかりました。そう、はい、だからそのわんこそばやって、その夜のうちらの夜のわんこそばっていうイベントやった方が面白いじゃないですか。夜のわんこそば、夜のわんこそば、夜のこんにゃくを入れて、あのわんこそばの麺をこんにゃくにして入れていく。気持ち悪いな。何回も食えないです。食べ過ぎて喉詰まるか腸活が良くなるかっていう勝負をして、どうせその後トイレ行くんですから。トイレ行くで、ね、こんにゃく食っても食わなくてもトイレは行きますから。血緩いんですか、2人。そうなんですよ。柔らかいも食わない方がいいですよ。他のそういうふうに考えたら面白いなと思って。まあまあまあ、状況違うと楽しめます。面白いんですよ、本当に。いろんなことが他にできますからね。だからもう、だからせっかくだからこうね、小沢をね、せっかく FM コーナーもあるんで、なんか盛り上げたいよなっていうのは、なんもっとあそこが店やってたらめっちゃ楽しいのになって毎回思うんですよ、本当に。忘年会ありますかね、忘年会。ラジオも。そう。おお。あ、そうなんですか。3年ぶりにやることになったんですよ。あ、じゃあ行きましょう。行きましょう。ぜひぜひ、12月の9日の金曜日です。あ、そうそう、だからトニーさん、その時番組収録にしますんで。ああ、いいですね。12月9日か飲み会でライブでやるか、どっちかと。ああ、9日に。そう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 、金曜日だからね。そうそう、その時はでも6時から9時までなんですけど、まあその後またスタッフ戻ってきてやるの大変なんで。ああ、なるほど、なるほど。確かに確かに。どこでやるんですか。あの FM コードあるじゃないですか、はい、その道向かいにブッチャーっていう店と、その道向かいにプレイヤーズカフェがあるんですけど、そこプレイカフェとブッチャーと FM 小座のバーも12月からまた再オープンするらしいので。あ、再オープンするんですか。はい。あ、なんかリフォームしてましたね。そうそう、行き来できるように。あ、いいよ、面白そう。チケット制で。へえ。ただ飲むだけです。はい。その時にいろんな人と交流できたり。あ、いいですね。あ、ラジオしましょう、その時。はい、でもできるし、なんかいろんなつながり、はい、まあ笠木さん2時間しか持たないと思うんですけど。まあ、そんなこんなでやるっていう、うん、あ、いいですね。やりましょう、やりましょう。あのドラッグクイーンってやりましょう。何、ドラッグクイーンって。ドラッグ、あの女装してる男ですよ。あ、そんなのいるんですか。いるんですよ。どんだけがいますか。あ、そのパーソナリティで。はい、日曜日にいるんですよ。へえ。ああいう人とやったら面白いと思う。いや、絶対面白い、うん、時たま聞いて面白いと。俺ドラッグクイーン好きなんですよ。ドラッグクイーンっていう人がいるんですね。はい、ドラッグクイーンが種類です。種類なんですよ。種類っていうか、だからストリッパーみたいなの女バージョンの男性バージョンですね。バージョンが多いな。渋滞してる、渋滞してる。バージョンって1個だからね、日本の家で。アップデートですよ。アップデート。アップデートですよ。あ、そうなんですね。あ、だから要は男性の女装した
ストリッパーって、ね、そうそう、それ成立するんですね。そうなんです、結構派手な格好をされて、へそれがドラッグクイーンなんです。ドラッグクイーンっていうんですか、俺いつも聞いてて、あの面白いんですよ。ドラッグクイーンっていうか、俺もうめっちゃ薬好きなのかなと思って。そんなやつラジオやってる。ドラッグクイーンじゃないんですよ。ドラッグクイーンなんです。あ、ドラッグクイーン。小さいアーが入るんです。ドラッグクイーンなんです。ドラッグじゃないんです、ね。そうなんです。ドラッグクイーン。ドラッグクイーンが来る。何回言うんですか、ドラッグクイーン。ドラッグクイーン。いやだから俺日曜日にとんでもねえやつやってんだなと思いました。金曜日も水曜日もやってんじゃないですか、とんでもないやつ。でもうちらはもう毎回天の弱でいきましょう。いや、ね、僕はもう出たとこ勝負なんで。出たとこ勝負で、はい、本当にどの番組だからいろんな番組が来るって考えたら面白いなと。むしろ俺ら荒らしに行くのも面白いですね。そうです、なんか台本があるところにぶち壊しに行くとかね。壊しに行って、うちらもそれをなんかもうあのラジオしながら収録にして、うわ、ちょっと面白そうですね。だから多分いろんな人と会うと楽しいと思うんですけど、まあ、それはあるかもしれないですね。それはやりたいですね。まあ忘年会でとりあえず。ああいいですね、はい、面白い忘年会があるんですか。9日9日です。金曜日。あー、俺行け、大阪行かなきゃいけないんですよ。あ、大阪、大阪出張なんですよ。出張入ってんですか、あらー、うわー、行きたかった。じゃあ私がそれを壊しに行きますかね。どうに、本当にですね。何、あの何を壊すんです話ですけど。忘年会を壊すんですか。俺の大阪市長壊されるのかと思った。うん、まあそれもちょっと面白そうです。いや、やめてやめて、マジでこれ。大阪で電話していいですか。そうそう、あ、それは全然いいですよ。いいんですか。全然いいですよ。うん、ダメだ。もう多分16時の飛行機に乗んなきゃいけないんで。あ、早いですね。じゃあちょっと、あ、まあ行く日なんですね。行く日なんですよ。あ、じゃあちょっとどうしようかな。なんだ12月9日か。いろんな年末入ってますね、もう。うーん、羨ましい。まあでもまた改めてメンバー集めて新年会やるのもいいです。はい、新年会とかでも全然またやっていきましょう。いやでも俺今日あの前お話したと思いますけど、はい、あの沖縄の人ってこのノリツッコミのあんまり文化がないって。あ、ないないない、全然ない。でも今回全然ツッコミ入れられるから。あ、違いますよ、草津さん。あの、トナさん、ツッコミはできんすけど、そう、それはできんですけど、ノリツッコミ、うんこですから。だから、ボケの回収が久々にできてるんですよ、僕。最近、ノリツッコミの、はい、俺、YouTube 見たことないんですけど、うん、ノリツッコミの回、うんうん、はい、200超えてますよって言われてるのかって。あ、そうなんですか。あ、番組でやったってこと。番組でやってて、番組でなんかあのやったんですよ。なんか流れでなんでそうなったかちょっと覚えてないですけど、うん、あ、そうそう、あの11月の、うん、あ、10月の21日がトニーの日っていうことでした。はいはいはい、はい、あ、そうだそうだ、それでトニーの日になってるっていうことでやって、で10月21日何の日か分かりますかとか言ったら、はいはい、ちょっと雨の日とか言って、ちょうど雨降ってたから、うん、雨降ってますねとか言って、こんなことでバカーとか言って言ったら、全くノリツッコミ下手なんで、ね、下手だね、それは相当下手だと思う。だいぶひどかった。全くノリツッコミやったことないなとか思いながら、うんうん、やってて、そのあれがツイッターでダイレクトメッセージで、はい、トニーさん、あの日めちゃめちゃ売れてるんでしょうね、200回超えてますよって。意味わからん、あのこの視聴回数。そうなんすか。何が言ったんですかね、それっていう理由は。だからトニーさんのノリツッコミなんですかね。ああ、あれ見たことがなくて、俺もだから見ないで、だから、あ、そうなんですかって言って、バカじゃないと俺逆に送ったんですけど。あれで、あれであれで200って言ってた。真面目に、マジでやったらもっと行くじゃないですか。それで200行くんだったらすごいですよ。バカなことして上がってるねと思いながら、本当に。いやー、でもボケる方は全然いくじゃないですか。ああ、そうですね。だから今俺久々に回収するの楽しいですもん。そうそう、回収って面白いですよね。でもね、俺もやるんですよ、うんうん、本当は回収俺も好きなんですよ。はいはいはい、はい、これとかボケたことに関しては本当にやるっていうのはめちゃめちゃ好きで、はい、だけど今ボケるやつが少なくなってるじゃないですか。ああ、確かにそうなんですよ。いや、突っ込めるの便利っすよね。便利便利。だからそのボケでスペース作ってもらって、合いの手で突っ込んでもらうっていう、やっぱりボケのスペースってすごい対話の中で大事だから、うんうん、すごい面白いですよ。だから本当に
だから一般人があの社長とかでボケてる人たちがなんか俺ツッコむ好きなんですよ、はい、ああそうそうそう、なんか喜んでくれたりしますもんね、うん、喜んでますね、なんかね、そうコミュニケーションっていうか、うん、マジそれはもうぜひ倫理法人会のボケ老人、そもそもボケ老人にボケツッコミやってほしいですよあれちゃんと言った方がいいですよね、倫理はね、本当に、うん、倫理クソくらい、あ、うん、あもう閉店、うん、閉店いやもうこれで言うじゃん、最後カットで閉店、閉店これで行きますから